アクレモニウムは、ボタンタケモ目に属する菌類の属である。かつて、セファロスポリウムと呼ばれた菌を含む。平板培養した、アクラモーニアムファルセフォームアクレモニウムはほとんどが、不正菌で、植物遺体や土壌から見出される。生育は遅く、コロニーは初め小さく湿潤で、次第に、スエードや、羊毛のような外観を提するようになる。 菌子は細く透明で、特別な分子もしないで単純なフィアライドを形成する。分生子は、通常1細胞からなり、フィアライドの頂点に生じる粘液球の中にあって、海上に生じる。これまでに200種近く、培養株や確かな標本が存在するものに限っても100種近くが知られているが、形態的な特徴が乏しいことにより寄せ集められた多系統的な属である。 形態からアクレモニウムと同定された培養株を多数用いた分子系統解析によるとアクレモニウムのほとんどはシノウキンモン、ふんたまカビズナの内ボタンタケ目に属しているがそれ以外の目にもアクレモニウムと形態のよく似た菌が存在しているまたボタンタケ目の中でも多様な系統から見出されており特定の分類群に対応するわけではない タイプ種 A アルターネイトムに対してエピタイプが指定されたことから、これに禁煙でないものをアクレモニウム属から除外するなどの整理が今後次第に行われると考えられる。すでにエストリクトムがセロクラディアム属へ移され、グリーアマスティックス節画族に昇格するなどの装置が取られている。一方、タイプ種に禁煙なアクレモニウム属については、 ボタンタケモクの内ビオネクトリアカのところ属とされている。また属だけでなく、種についても、形態的特徴から分類することは困難であり、A. アルターネイトム、A. カーベアラム、A. パーシシナム、A. レシフ、A. ストリクトムなどが多系統的である。人や動物に対して日より未感染し、菌種、爪白線無色菌症を引き起こす。人感染例は稀であるが、 アクレモニウムによる無色禁止症は関節炎、骨髄炎、腹膜炎、心内膜炎、肺炎、脳炎などを起こす場合がある。第二次世界大戦終結から間もない1940年代後半、イタリアサルジニア島にて採取されたセファロスポリウムからチフス菌などに薬効を有する抗生物質セファロスポリンが発見された。1928年に発見されている。 世界初の抗生物質ペニシリンと比べて酸に対する安定性が高く、また服用後における重篤なアレルギー症状の発現頻度が低いこともあっていち早く実用化されたペニシリンを置き換える存在となった。1809年にドイツロストック大学の博物学者リンクが生殖性細胞の一端に単一の方子が生じると考え、ギリシャ語のカッパロと。 ミューニューからアクラモーニアムと命名した。彼が観察したアクラモーニアムアルターネイトムは先がすぼまったフィアライドから実際には単一ではなく複数の分成子が連鎖状に生じる。これとよく似ているが分成子が連鎖を作るのではなく粘液に包まれた球状の塊を作る菌が多く知られており伝統的にセファラスポーリアム属に分類されてきた。 ところが1968年にオーストリア人の金額者バルターガムスが本来のセファラスポーリアム族は接合金であったと考えられることを示しそれまでセファラスポーリアム族に含めてきた首脳金を形態的によく似たその他の種とともにアクラモーニアム族に移した1990年代になって分子系統解析が行われるようになると 多系統的な属であることが認識されるようになり、以後は徐々に分割されつつある。ありがとうございます。